はい、どうもタンタンです。今日はこちらですね、カマカ、これね、ユーズド品が入荷してまいりました。HF1 ですね。木目も非常に綺麗な個体で、これが2001年製と、はい、中の刻印となっております。こんな感じのトップ、綺麗ですね。サイドバックと、はい、コンディションもね、2001年ですから、もう20年以上前の個体なんですけれども、かなりいい方ではないかなと思います。はい、で当時なので、このシャーラー製かな、このフリクションタイプのペグがついてます。はい、でこの形状ですね、これ今現行の HF1 とまあちょっと違ってて、その前の形ですね、70年代から続いているホワイトラベル、この頃の形状。はい、ただ中のラベルはね、あのホワイトラベルではなく、その後の年代のラベルになってますね。はい、まあ仕様からしても、まあちょうど過渡期、そのホワイトラベル昔のものから、今現行品にこう移り変わる、頃の、過渡期のモデル、そんな感じかなと思います。ではすごくいいですね。音抜けもいいですし、こうコロコロっとしたハワイアンコアのソプラノサウンド、いかにもといった雰囲気が感じられる、そんな個体じゃないかなと思います。はい、本当いろんなスペックがね、なんかこう昔のスペックと今のスペックと織り交ざったような、なかなか貴重な個体なのかなという感じがしますね。はい、ということで、こちらカマカのユーズド品でございます。2001年製の HF1 ですね。この形状のソプラノサイズでございます。あ、1個言い忘れてましたけど、これまだコアネックですね。ネックもコア、この辺もまあ過渡期らしいスペックなのかなと思います。はい、ということで、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。